はい、じゃあ続いてはですね、アンケートの結果、勝俣さんを探せというね、選ばれましたんで、はい、勝俣さん探していきます。あ、ちょっとメンツだけも教えて、ちょっともう疲れてきたもん。メンツ教えて、このメンツ。文字変えて。浅い。浅いじゃない。浅い太郎したと。分かった。ありがとう。はい、じゃあその4人が分かってる状態で、まず勝俣さんを探すということで。浅井さん、太郎さん、久渡さん。よし。はい、行きます。はい、じゃあ、回します。3、2、1、0。はい、ペイちゃんの人見ていきます。ああ、今日も疲れたね。めっちゃいいやんけ。はい、とにかく、ペイちゃんドラガー Q1。まあ、俺これはポンしますけ面白くど。なりそう。M リーガーはしない？ポンしないぐらいだったら、ペイポンしてパーピンのがいいと思う。で、まっすぐ1000点じゃなくて、ペイポンだけど本一見るみたいなね。で、マンツ引いてきたら3ピン3ピン切っていくみたいな。めっちゃおもろいけど。まあ、M リーガーの人は泣かないでしょポンしたいなら。う。はい。はい、何切る。はい、ちょっと誰やねん中はコメント見れないんでね。はい。チューン切る。あ、パピか。まあ、かなり本質を見てるのかな。一応、親の現物でもあるしね。あ、まあ、これでまあ、本質ないよね。ないというか。これでまあ、チューン切ってまっすぐ行く。いいと思います。はーい。イーマン切るか。この人はまあ、ウーピン切るか。まあ、この人は、てか、M リーガーウーピン切るか。M リーガーは何切るに当てはまっていくな、この人の。はい、スーソー切る。リーチ受けたか。9万チーのペーペー。左上の注意書き選手などコメントどう入やれていませんにした方ろうな。が親切かもな。まあ、イーマンが8合だからね。まあ、どっちも出ます。まあ、泣かないのが普通かな。9万チーのペーペーもめっちゃおもろいけどね。危険牌切らずにペーペーで回りながら、いいじゃんって。まあ、はい。泣かないと思います。ロースオーツも、はい、ペーペー切る。いいとこ引いていく。つまりか。はい、次。シャーチャドラ。ヤンピン。普通にまたこれもいいね。はい。チュン切る。多いね。9ピンじゃなくてチュン。この人はなんか期待できるな。太郎さん、久渡さん、浅井さん。でも誰ってのはないか。単発の打ち方。全員男性だもんな。ちょっとまだないっすね。ちょっとこれはまあ普通に面前で。両双切る。なんか想図が安い場。ペートン。泣かれて、下茶なんだ。チーソーローソー切ってんのがいきなり。怖すぎやろ、もう。おー、いいとこ行ってきた。チーソー切る。マンズ切りたくないね。マンズ切りたくないよ。おい、最強が。はい。イーマン切ってリーチする。な、いいよな。高めのウーピンが1枚しかないから、あ、違う、安めのパーピンが1枚しかないから、イーマン切ってダマにしてポロリと出たウーピンでロン。ないな。はい、1。さすがに。イーマン泣きも入らなかった。よかった。下茶の手はマンズのどこだ？ヤンピンとウーピン。
捕まってなかった。ウーピン怖っ。いるきた。トムさん君なんてドラチーピン、うん、ちょっとまだわからんな。別にそんななんか、うん、なんもない。シャーキル、はい、初チュンかキューピンは初チュン切りたいかな。まっすぐ面前見てドラチーピンで、はい、この人はまあキューピンか初チュンどっち切るでしょうか。初チュンでしたな。うん、いや、いいね、シンプルで。うん、はーい、普通に行く。はい、ここで9ピンしかない。うん、何切る。あ、切らない。数万匹はもう見ないと。どうだろうね。うん、まあ、チートイシャンテなんで、まあ、強い難単機見て。で、まあ、3万来ても、瞬時抵抗もあるしな。うん、あ、うん、まあ、いいんですか。パーマンも3万切った人は切る。缶入った。リーチしたい。リーチしたい。急走。3ピン。おう。嘘？嘘からな。いや、嘘なら数層切りてえな。まあ、少なくとも仕掛けてるトイメンの無筋打ちたいよな。こんなの、テンパイして数層切ってトイメンローン言われたらもう終わりだからな。うん、数層から切りたいな。はーい。何切る？あ、リャンマンから。うん、まあ。ナンが2枚切れ。はい、トイメンポンで、ダ、スーピン。酸素、まあ、とりあえずナン切って。あ、普通にまっすぐか。おもろいな、なんかこの人。うん、まあ。うん、はい、ナン切って。まあ、9万切って降りる。ちょっとそれ以外もない。はい、9万切ってベタ降りしていく。はい、とにかく親ドラが吐く。うわ、めっちゃいいな、なんか。はい。あ、チュン切る。あ、突きる。さ、うん、まあ、俺は吐くしか切ったことない。教託2000600点あるんで、まあ、別に、リーのみでも何でも。この人は EP 切れちゃう。おい！え、なんかいいな、この人。ドラ早い。でもわからんなぁ。浅井さん、太郎さん、久津さん、勝松さん。え？左上の長い、選手名とコメント見てませんでしたが、あー、確かにね。文字数入るかな。ありがとう。ちょっと今、ちょっとふとコメント、目に入ったけど。うん、そうだ。そのコメントも俺に見えてなかったからね。うん。今言っても届かなかったけどね、本来はね。俺がねじ曲げたけど。運命を。浅井さん、太郎さん、久さん。まあ、ドラが早いから浅井さんっていうのもちょっと浅はかだよな、浅井さんだけにな。うん。この手だったら白だしな。うん、いいと思います。まあ、ただ、こっちも連続系だからな。ドラを強く、持ちたい人はいいピン切るよな。昔の M リーグとかだったら誰もがいいピン切ってんちゃう。うん。おい、最強か。はい、いいピン切る。あ、これも丁寧だな。3ピンから打たないんだ。うん。この人まっすぐな人やな。浅井さん、太郎さん、久里さん、勝松さん、まっすぐな人誰もいないんだけど。誰なんだろうね。浅井さんなのかな。ね、全然3ピンから切る人多いですよね。まあ、俺も E ピンって、俺も E ピンなんだけど、うん。メモリーガーだとね、もう形決まってますからね。ヤーマン、サブロ、キューソーパーソー全部いいしね。うん。
おい、最強。最強すぎるリーチして追っかける鉄持っていく。はい、45,100点。わからんな。何にも個性がない。いい意味で、いい意味で何も個性がない。はい、シャーキル。はい、シンプルチューン。まあ、リアンピーか。まあ、まあ、チューン切る。アウピンか。もうコンパクトするんかい。弱気だな。でもわからんな、ちょっとな。太郎さん、久里さんではないかなって、ちょっとこのウピンで思ったけど。な、親の30目でこのトンバから。まあ、パンパンでいいやろ。チューンで。こんなもんは。早すぎるわ。何人ぐらいだったら全然いいけど。おい、ダブルン重なっていく。はい、チューン切る。んこの人、数層切るんちゃう？あ、違うんだ。これは違うんだ。まあ、パーピンを打ち出さないって言うとね。まあ、数層もほとんどいらないから。ここは数層は残すのか。まあ、ウーピン来た人はね、数層切るのかなと思ったけど。3層引いてパーピンとかも、別にそんな嬉しくない。とか思ってそうだしね。って言ったら、まあ別に数層来たってそんなロスないし。ただ、これは違うか。おもろいな。おい、最強。はい、まあ、あとはまあ、まっすぐ。チーして、9万切る。何かっこつけとんねん、マジ。まあ、親マンシャンテンだからな。三層チーまでフォローしてもいいと思うけどな。まあ、安全度高すぎるのか、9万が。まあまあ、ありか。ごめんごめん、ありだ。まあ一応、親マンにシャンテンだからね。ただただ超まっすぐでもいいんだけどね。E 層が1枚しかないパーピンモドラだからね。三層フォローしたって全然いいんだけど、やっぱ、打点が親マンあるから。ただまあ、ちょっと安全度が高すぎて、2列目だし。はい。南乳ペイチャドラ、スーピン。まあまあ、めっちゃいいな。はい、イーソー切る。イーソーじゃね。なんか雑だよな。まあ、今イーソーなら、イーソーやろ。3層引いた時に9万来てとか。なんだろう、配効率弱いのかな。今の方がいるやん。まあいいや。はい、イーソー9万来てくる。はい、ウーピン切る。ここら辺はちゃんとできるか。形見るともうウーピンしかないもんね。何にシャーチャドラパーソー。いいピン切る。ちょっともう点数いっぱいあるからな。わかりづらくなっちゃったな。どうしよう、これ当てに行くの。ちょっと、当たらんぞ、こんな点数あったら。今。何カッコつけとんの。A の2枚アンパあるしね。あ、再三ちゃう、なんか雰囲気が。なんか鬱陶しいんだよな、麻雀が。その雰囲気からすると浅井さんって感じ。なんかもう、でもね、打牌がね、このイーマン切るから浅井さんとか言うわけじゃないんだけど。いや、でも違うか。浅井さん結構ドラも早く切ってまっすぐ行く人だもんな。違うのか。こっからイーマンは割と個性あるな。小賢しい。なあ、これ。イーマンペイはまあ、マイスあるしな。鬱陶しいな、こいつ。誰やね、マジで。いや、佐々木さんもこんなマーチャンせんな。じゃあ、佐々木さんがないか。いや、ちょっとわからん。佐々木さんだけないかなって思う。やっぱりこんなイーマン切らんと思う。佐々木さんそんな鬱陶しいマーチャンせんしな。はい、白切る。あ、違う違う。この人は今切った。
うん。ハクキル。ああ、完全抜きか。これも個性あるな。2枚切れハク切らず。うん、まあまあ、単純にね、点数があるから、まあ、ハクもね、まあ一応当たる可能性あるってことで、抜いた可能性あるか。でも割と個性あるな。まあこんなもん別にハク切ったっていいから、2枚切れだもんな。まあ、チートイとかに関してもドラ切ってるもんね。白短期って言って、ファーストを切ってる人白短期出てきたら、ビビるもんな。まあ、それから考えても、まあ、白当たんないし、まあ、自分のインシャンテの形もいいしな。まあ、まあ、いいんだけどね。別に。こんな点数あるから、別にテンパってもぶつけずに、ベタ折りでいいんだけど。ただ、何にも考えずに、やっぱ白切るから、Mリーガーはな。ちょっと個性的な人だな。この打牌は別に、いい悪いじゃなくて。シビアに白も切らずに抜くか。俺がいつもね、Mリーガーに言ってることだもんね。完全に中抜きして降りろって。それをやってる人か。あんまイメージないな、誰も。まあ、勝俣さんとかないと思う、これ、マジで。こんなんしないな、ベテランプロは。やっぱ浅井さんに見えるな。勝俣さん、太郎さんとかもやっぱ白切ると思うけどな。ちょっと待って、上茶との点差は22,100 点。はい、まあ、行きましょう。ここで白切らん M リーガー、珍しいな。完全抜きね。はい、何三曲、なんちゃドラがウピン。ウェイ。ドラ4。はい、イーソー切る。何切る。何しやの一応、わずかに5つあるしな。今この点数だとダブナン泣いて警戒されるより、警戒されるより、白髪中泣いた方がいいからね。これは。ダブナン泣いたらやっぱダブナンって怖いから。だ、まあ一応、俺は自分のダブナンから切っていく。もう上がればトップやし、ちょっとでも上がれると下がめる。何泣いたら、もしかしたら絞る人、怖がる人いるかもしれないし。はい、リャンマン切る。なんかこの人も数層切りそう。あ、違うか。ペンチャンって、キューパーマンって結構安全なペンチャンだぞ。わかんねえな。女流とかいたら俺絶対女流って言うわ。こんなん別に数層でも全然問題ないしな。てか、俺数層切るわ、これ。いや、まあ普通に白切ってるか。まあ俺は普通に、なんか。まあ俺は平凡になんとか切るけど。自敗切るな言われたら、数層切ってそうやな。これも M リーガーでこんな9パンマン2件の現物の切ってく人おるんや。まあ、単用があるんだけどね。もちろん。でもまあ、ガツガツ泣いて上がりたいっていう点数じゃないからね。まあ、もちろんいいんだけどね。普通に麻雀としては。でも、リャンピンは残さんか。ガツガツもリャンピンから何から残して全力単用だったらね、まあ、それこそ一貫性あっておもろいけどさ。そういうわけでもないしな。ちょっと単用ってきた。おほい。えぐい泣きしていく。上がったら、上がった !6 万点超え。え、ちょっとこれはまあ、なんでもいいわ。まあ、曲収支だけか。はい。今切った。まあ、普通にペイかな。まあ、急速は何？何切る？まあ、ここまで点数あると普通に打ってますね、ちゃんとね。はい、ポンして白切る。3ピン流れてった。ペンチャンス。打ってみます。はーい。はい。よかった。はい。親でレンチャンで、はい、いいピン切る。いいマン切る。いいソー切る。何切る。初切る。パーマン切る。
ちょっともう点数ありすぎてもいいわ、なんでも。うん、これでもスピン抜いて、うん、いいと思います。はい。うん、なんか泣いてるし。まあ一応見るか。うん。まあ、なんかあったんでしょうね。泣かねえだろこの。泣かずにもう報酬だけしないように。まあドラのペンも見えてるからね。そんなダマに警戒するかって言われたら微妙だけど。いや、テンパイ無理くると。いや、もうどっちみちだけど、そんなのは極収支だからな。極収支だからって言って親だから連チャンさせようってもんちゃうから、まあじゃあ。うん、やっぱまあ絶対もう泣かずにもう手配14枚で、絶対誰にも報酬しないでは一番極収支高いと思います。うん、これだとまあ下茶がリーチ来て安牌なんもないとかね。うん。まあ、やっぱそういうことになったら、やっぱ、でかい手振っちゃうかもしれないんで。着順落ちはなくても、リアンスをチーせずに。完全ベタ折りで。うん。急そうなの、うん、いや、急そうなのね。スーピンだったらまあわかるけどな。もう超まっすぐもうテンパイ取りに行きますって。スーピンみたいな。急そう切り何の意味があるんだ、これ。下手くそやな。何の意味もない、これ。マジの何何の価値が、何の意味あるの普通に上がりに行ってるところ。南四極レレ本場鈴木太郎を見てほしいです。上がりはないだろ、この。軽点はあるけどね。スーピン切って全力でテンパあるけど、急走切ってってな、テンパ率も落としてるし。ちょっとなんか、あちょっと6万点あるじゃないですか。ちょっとなんかわけわからんかな。何の、あれも。ベテランじゃねえな。浅井さんだろ。コメント見えてないです。オーラスがもう、わけわからん。今変わるコメント見えてないよ。意味がわからん。泣く意味がある。やっぱだって、トンパツどうしますかってのと同じだから、極収支だから。親のトンパツでこの泣きしますかってしねえ。うん、それで考えた方がいい。着順落ちがないからって別に、何しても OK だから、チュンチャンパイだらけにしていいのかって言われたら、そんなチュンチャンパイだらけになって誰かリーチ来て、アンパイになるとなんもないの俺。アンパイ何もなくて、ってなっちゃうから。うん。はい、浅井さん、ファイナルアンサー。はい、マルカバツお願いします。はい、ちょっと上のコメントは隠してますんで。コメント欄の人ありがとう、了解です。はい。正解。マルか。正解。当たるんかい。あ、コメント見えてない。うん。あ、北川さんいらっしゃい。うん、ちょっと今見えてないんで、コメント見えてませんってのをどっかに入れるか。そうですね、テロップかなんか入れとくか。いちいち設定するのめんどくさいけど。うん、ありだな。はーい、浅井さんか。まあ。割と普通に当たったね。うん。まあ、割と普通に当たった。はーい、じゃあお疲れです。まあ、なんだろうな。まあ、なんかオーラス、ちょっとなんか、こういうのみ、な最後がちょっと見栄え悪すぎるわ。うん。当てていく。やっぱリーチ来て、補充抽選受けちゃうからな、ギャンソーチ。でも、まっすぐテンパイ取るっていうのはスーピンだし。何やっとるかわからん。はい。終わり。はい、そんじゃあお疲れです。あ、小賢しい、そうそう。随所に小賢しい部分があったから分かったわ。はい、相田さんもお疲れです。うん。はい。今回は俺がね。はい、じゃあお疲れ様です。はい。じゃあ引き続き、次の動画では、勝松さんを探していこう。はい、では。